知識、元気、ファンキー。はい、どうもこんにちは。キニコンドクターファンク知ってるでーす。お相手はドラムのターくんでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私の本、ファンクの歴史、週ファンク拡散編を紹介する動画でございます。ついに出ます。おめでとうございます。ついに発売でございます。発売日が2020年11月1日でございます。111の日でございます。上巻がですね、2020年の3月1日発売でございましたので、ちょっと、空いてしまいましたが、続きを出すことができます。はい。まずちょっと上巻のおさらいしましょうか。あ、ね、そうですね。はい。ね、上巻ざっくりどんな内容だったかっていうのをおさらいしたいと思います。はい、ファンクの歴史上、上巻はファンク誕生編っていうサブタイトルでございまして、その名の通り、1967年に、ジェームス・ブラウンがファンクを誕生させたっていう話を、書いた話になっております。ファンクの歴史っていうことですけど、ファンク誕生以前ですね、1940年代のジャズとか、またブルースであるとか、また50、60年代の、ロックンロールとかソウルっていうものがあって、いかにファンクが誕生していったのかというのを語ったのが、上巻でございます。じゃあ早速ですけど、はい、中巻、はい、まあ、ファンクが誕生して、はい、まあ、サブタイトルにもある通り拡散していく話となるんですけれども、はい、まあ、中巻拡散っていうのはどういうふうにこうファンクが拡散していって、でまあ、どのあたりまでを話している内容なのかっていうのをぜひ紹介していただけますか。はい、はい、そうですね、拡散編でまずそのさっきちょっとお話ししたように、1967年にファンクが誕生するんですけど、その後ジェームス・ブラウンが、ファンクを広めていったっていうのももちろんあるんですけど、他にですね、他にもたくさんファンクを拡散させた重要な人物がいまして、これが、スライ・ストーンですね。スライ&ザ・ファミリー・ストーンというバンドがありまして、うん、このバンドが、ダンス・トゥ・ザ・ミュージックという曲でですね、1968年の曲で、さらに、JB よりもこう世界のリスナーに向けてファンクを拡散していったという話です。なるほど、なるほど。こちらはまずしておりまして、でさらにそのスライに影響を受けていろんなミュージシャンが出てきまして、その後ですね、ブースイ・コリンズというベースのと、はいはいはい、ね、彼が入った、パーラメント、ファンカデリック、P ファンクというバンドですね、グループ、はい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 、P ファンクグループがさらにファンクを拡散させていったお話と、もう一曲ですね、 P ファンクは黒人層にすごいファンクを広めていきましたが、その逆側ですね、さらに世界、はい、もう白人や世界中のマーケットにファンクを広げたディスコミュージック、この話を結構ちゃんとしております。ほうほうほう、今回その中で、まあ、著者としてこの部分がこう自分的には面白いよ、すごいここ伝えたいんだよっていうようなポイントってありますかね。はいはいはい、あります、あります。やっぱりそれはブーツイ・コリンズと P ファンクの話ですね、うん、私は。あ、まあ、はい、なるほどなるほど。個人的には、1970年代のそのファンクの主役というのはブーツイ・コリンズじゃないかなと思っておりまして、ね、なんでかってことなんですけど、もともとですね、ファンクの誕生、まあ、ファンクの歴史上巻の本の主役って JB なんですね、うん、ジェームス・ブラウンに対して、私個人としては、中間の主役はブーツイ・コリンズなんですよ。で、なるほど。はい。これ、まあ、理由としては、1960年代後半に、ファンクの主役だった JB のザというものが、1970年代を通して、ブーツイに移っていくんですね、これが。新しいファンクの主役が JB からブーツイに移っていくんですよ。はい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 。しかも、JB とブーツイは、師弟の関係というか、JB がもともとバンドリーダーでブーツを呼んで、自分のメンバーとしてブーツを呼んだ。だけどブーツが出て行って大きくなって新しいファンクの王様になるっていうのが、中間 の裏ストーリーというか、まあ、中間のストーリーの一個の大きな柱でもあるので、そのやっぱ個人的にブーツにこれと P ファンクの話はすごい大きな点になってますね。あと、ドクター、もう一つね、こう動画見てくださってる皆さんに、はい、紹介したいことがあるんじゃないですか。そうですね、なんと表紙のイラストを私が、
めちゃくちゃ尊敬してる漫画家の小山雄二郎先生に書いていただきました。イエーイ。はー、たった今この動画が公開された頃とかにとんかつ DJ あげ太郎という、うん、映画が公開になっているんですが、こちらの映画の原作の漫画を描いているのが小山雄二郎先生でございます。もともとそのとんかつ DJ あげ太郎っていう漫画を私がずっと読んでまして、あのウェブのジャンププラスっていうアプリで読めるものなんですけど、もう毎週毎週感動出た瞬間にもうほんと4年間ぐらいずっと見続けてきて、本当にいつか機会があったらこの先生にイラストを描いていただけないかってずっと思ってきた方と今回ちょっと偶然ツイッターでお知り合いになることができまして。そうそうそう、 なんでまたそんな急にツイッターで知り合うことになったの？はい、そうですね、あの私が書いてるあのノートの、どこよりも詳しいボルフペックまとめという記事の連載がありまして、で私その小山先生をツイッターでフォローしていたので、たまたま小山先生がですねそのボルフペックに関係する動画をツイートされたんですよ。で、はい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 、私がそれをちょっとあのメンションでこう、はい、言ったら返事がいただきまして、はい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 、で聞いてみたらその私のそのどこよりも詳しいボルフペックまとめを読まれてその、うんうん、通されたっていうことが分かりまして、うん、ちょっと、はいはいはい、急激にちょっと距離があの近づきましてですね、あのちょっとツイッター上でお話しさせていただきまして、うんうん、で私は機会があったら本当にこの先生にちょっと絵を描いていただきたいと思ってたので、うん、ちょっと、うん、お願いできますんでしょうかって言ったらすごい快諾していただきまして、いやもうびっくりしたよね。いやそれにつきますよね、あの私も未だにびっくりしてますから、ちょっと未だにちょっと信じらんない感じでずっと気持ちがいっぱいですね、本当に、うんうんうん、ということでですね、ファンクの歴史中間拡散編、はい、拡散編、11月1日に発売になりますので、はい、視聴している皆さんにねあの、はい、メッセージお願いします。はい、今回ですね実はちょっと書くのに2年ぐらいかかっておりまして、ここまで、すごい力が入った本になっております。あまりこういう本はこれまでなかったと思うので、ぜひちょっと皆様に読んでいただければ幸いでございます。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では、またお会いしましょう。知識元気ファンキー、ファンキー、ありがとうございました。バイバーイ。